こんにちは。花田美術、花田芳生でございます。花田純です。安藤幸男です。皆様は骨董品や洋画、日本画、掛け軸など美術品の売却や鑑定査定書作りなどでお困りになったことはございませんか？ここ花田美術は銀座の数ある美術商の中でも長年の信頼と実績のある老舗です。昭和58年の設立以来、数多くの実績を持ち、現在も月に100件以上のご相談を受けている美術品のプロフェッショナルです。美術品の売却、鑑定、査定書作りなどでお困りの方の疑問や不安が解消できるよう、また初めて美術品の売却をされる方が失敗しないために、ぜひ知っておいていただきたいことなどを花田美術の花田純さんにお話を伺います。美術品の売却をお考えの方から、買い取る側から公正な売却の金額を知るための客観的な資料の提示もなく、納得できる説明もしてもらえなかったという話をよく伺います。提示された価格が本当に正当な価格かどうかわからなければ、売却をお考えの方自身が主導権をお持ちになって交渉に臨むことはおろか、美術商と対等な立場に立つことすらできません。そこで売却をお考えの方のお役に立てるよう、美術品の売却の際に必要な知識をまとめた DVD を作成いたしましたので、ぜひお役立てください。